前節の勝利でこれで勢いに乗るのか東京ヴェルディです。ホームは大分トリニータ。やはり増田さん、今日は一つサイドが注目になると。そうですね、今こうやってね、後藤が今飛び出しましたけど、そのサイドに飛び出してクロス、いいクロス入ってきた、シュート、ようやく今いい形できましたね。いい形を見せました。この試合オープニングシュートを放ったのは大分トリニータ、三平のシュートです。こちら先ほどのシュートシーン、梶川再びボールを受けて安西光輝、クロスを入れる、アランピネール頭でいく、上福本弾いた、完全に今ねフリーになって、まあ、コースも悪くなかったですけどね、よく上福本セーブしましたね。今いいところにクロスを入れてきました。今ファーサイドにいます、9番のドーグラス・ビエイラ、手前には安西和樹もいます東京ヴェルディです。ボールに向かってくるボール、ヘディングでいく、フリーになりましたけどね。今一ついい飛び出しを見せました井林ですかね、センターバックの井林明、東京ヴェルディのキャプテン。右サイド大外には安西光輝です。ちょんと出してエリアの中、このボール面白くなってきた、シュート、ドーグラスに当たった、再び東京ヴェルディボールキープしてクロスを入れる、ヘディングでスラッシュ、シュート、入りましたね、決まりました、ドーグラスビエイラ、先制点は東京ヴェルディ。安西光輝のクロスからドーグラスビエイラ、2試合連続得点。前半16分、ゴールネットを揺らしたのは東京ヴェルディ。もう全てヴェルディの方に転がってくるような、その東京ヴェルディのセカンドボールの対応力です。低いクロス、ドーグラス・ビエイラ、最後触っていく、入りましたね、これ追加点です。ドーグラス・ビエイラのあの技ありのテクニックシュート、まあ、少しこうつま先のような形に近いような形ですけどね、よく合わせましたね。さあこれチャンスですよ。さあこれチャンスになるか、受けてシュート、強烈ミドルシュート、ミチラ、ちょっとアウトにかかってしまいましたけど、シュートは非常に良かったですね。ヴェルディの選手みんなペナルティーエリア入ってますからね、はい、大分の選手後ろに2枚残す必要ないと思うんですけど、ゴールに巻いてくるボール、ファーサイドヘディングでいく、最後は小手川幸喜、まあ、シュートも良かったですけど、柴崎よく弾きましたね、よく反応していました。後半のアディショナルタイムに入っています。大分、この少し複雑な崩しを見せたいのが大分です。前田どうするか、シンプルにクロスを入れる、ヘディング、イサー、しかしゴールマウスの上、枠を捉えない。ヴェルディゴールキーパー柴崎からの大きなキック、そしてここで試合終了のホイッスル。2017明治安田生命 J2 リーグ第28節、大分トリニータ対東京ヴェルディの対戦、今季2度目の顔合わせ、東京ヴェルディが2回とも勝利、1対0、そして今日は2対0で勝利をしています東京ヴェルディ。